はい皆さんこんにちはこんばんは村長スタジオです今日はスタジオワンのプラグインマネージャーについて少しお話をしたいと思います村長さんのプラグインってロードするときに985というような数が出てますよねそうなんだよいっぱいになりすぎたので今日は少しずつでも整理をしようと思って今日のレポートはしています ブラックフライデーなんかでプラグインをいっぱい買っちゃうとすぐにプラグインは多くなるんだけれども意外と使ってないプラグインもいっぱいあるんだよねスタジオワンの最新のバージョンではプラグインの統計というのも出るようになりましたねそうだね今画面にはプラグインが1つも見えていませんそういう時は「フィルターをリセット」というボタンを押しますこれで すてのプラグインが表示された、とということになります通常のプラグインリストとそしてここで統計というのを押すとこのように最終に使用した期日と平均的にロードしてる時間その辺のところを見れるようになりましたももう使っていないいなのは削除したいですよね。だからいらないものを消していくことになるんですが。 少し考え方で分かりにくいところがあります一旦べての選択を解除します VST2 のタイプでアイゾトープを見ます皆さんもアイゾトープを持っている人はたくさんいてるでしょうねそのアイゾトープなんですけれども僕は基本的に VST3 を使っていますこれですねみなさんも。 アイゾトープのインストールをすると VST2 と VST3 が混在すると思いますこの下にブラックリストというのがあります実際使わないものはブラックリストに入れるとロードはされないですよね例えばこのようにしてこのリストをほとんど選択しますただしこのボーカル新設は VST2 しかなかったような記憶があるのでこれとこの ビニル、これは除外しておきます。ですから上から選択するときにはこのようにしてここまでとそしてコントロールキーを押しながらこれを選択しますそしてブラックリストに移動します確かにこのようにすればスタジオワンが使うことはいたしませんこれでどのようになるかというと一旦プラグインリストを更新としておきます そしてもう一度スタジオワンを再起動します。するとこのようにたくさんのブラックリストが表示されて、見栄えが悪いですね。かっこ悪い。もう一度プラグインマネージャーを見ます。 今のようにブラックリストの表示が出たのでこれを削除としますすべてのブラックリストを全選択して削除を押しますここが大きな誤りなんだよねブラックリストを削除するのではなくってブラックリストに入れたことを削除するという風になりますのでまあ削除をしますと。 ブラックリストがなくなくりますフィルターを解除してもう一度 VST2 のアイゾトープを見てみましょうこのようになったので消えたと勘違いするんですがここでもう一度再起動をしてみます。 再度プラグインマネージャーを見てみましょうそうすると VST2 のアイゾトープここですねそれがまた全部戻ってしまってるんですよいわゆるブラックリストの機能の「削除」っていうボタンは消してしまうことではなくってブラックリストから除外してしまうということでまた元のように戻ってしまったわけです 結論的に言うとやはりハードディスクの中から消さないといけないことになりますプラグインはどこにあるかと言いましたらスタジオワンというメニューの中のオプションを開いてそしてロケーションというところを見ますそこの中の VST プラグインというところを開くとこのように VST プラグインの入っている場所を指定してありますプラグインが ちゃんと動いてる人であればこのプラグインロケーションのどこかには入っているということになります皆さんの場合はこんなに多くないはずです主には C のプログラムファイルズの VST プラグインズであったり C のプログラムファイルズのスタインバーグの VST プラグインズだったりすると思いますリストで言えばこれですねそれとこれですね そしてもう一つは VST3 を使っている方はこのプログラムファイルズのコモンファイルズの VST3 というリストもあるかもしれませんおおよそ合計3つぐらいの人が多いのではないでしょうかこの中からいらないものを実際は削除しないといけませんこういう時はフォルダーのエクスプローラーを出しますそして 見やすいサイズにしておきますが、ここでスタジオワンをポンと押したりすると、ウィンドウが消えてしまいます。また開かないといけません。これを回避するのが、最前面でポーズというソフトウェアです。最前面でポーズというのは、このようなサイトにありまして、また概要欄にも貼っておきますが、このポーズのキーもしくは、 もしこれが使われているときは自分でカスタマイズはできるんですがこのキーを押すと今アクティブなウィンドウが最前面で固定できるようになるとっても優秀で便利なソフトウェアですこれをインストールしておきますとフォルダーエクスプローラー画面を最前面にすることができますポーズを押しますするとスタジオ1をこのように押しても 全く影響がありませんそこで VST2 のフォルダーを見てみましょうまずはスタインバーグのフォルダーを見てみますこのフォルダーですね C ドライブのプログラムファイル図のスタインバーグこの中に VST プラグインズというのがありますスタジオワンはプレソナスの会社なのにスタインバーグのところに入ったりするのですか それはこの VST という仕組みはスタインバーグが発案したからですよっていろんな DAW でもこのスタインバーグのフォルダーの中に入れようとします基本的には Mac でも同じようですがオーディオユニットという Mac 独自のシステムで動くプラグインがありますので Mac の方はその辺を気をつけてください そこでアイゾトープのプラグインがここにあるかちょっと確かめてみましょう例えばこのインサイトというのもそうですそしてバージョンによってこのように IG インサイト2というものもバージョン違い基本的にはいらないものですこのようにしましてアイゾトープの使わないものを削除していきますオゾンなんかは並んでいるので見つけやすいですね はい全部やればいいですが時間の関係上このようにいくつかだけやってみますそして皆さんはここで削除をしてしまうと思うんですが僕は削除はしませんここで切り取りをしますそしてこの VST フォルダの手前に VST オールドというようなフォルダを作っておいて ここに入れるようにしています。貼り付けをします。僕の場合は、皆さんの解説の前に、このフォルダーに入れてあったりしましたので、このようなメッセージが出ますが、すべて続行にします。はい、このように、VST オールドというような、仮の名前をつけたフォルダーに、すべてが移動したことになります。 このようにすればまた突然に必要な時にはダウンロードなどをしなくてもいいということになりますその辺をうまく工夫してやってください村長さんうまく考えましたねはい少し頭をひねればこのように便利に整理をしてまたどうしても必要なときに復活させるのが簡単ですので皆さんもぜひともこのやり方をやってみてください そうしましたらもう一度スタジオワンを再起動してみますはいそうすると先ほど985となってたのが972という数字になったね実際にプラグインが減ったわけですねサイトプラグインマネージャーを開きます VST2 のアイゾトープを選択しています 先ほどよりり少し減りまし減また。このようにしてファイル名などをちゃんと確認しながら不必要なものは消せばいいと思いますそしてまだ残しておく場合にでも VST2 と VST3 があるプラグインは2つも表示する必要はないですのでここをこのように非表示ですねこのようにして 表示しないようにしておくとスタジオワンでは1つだけ出るようになります VST2 のプラグインはこの FX と書かれた下に小さく VST というようになっていますそして VST3 のプラグインはなんかシャープのような模様がついたりしていますが画面の下を見ればカテゴリーに VST3 となっていたり VST2 というように表示されますのでこれで判断することができますこの辺のところを注意して VST2 と VST3 の管理を上手にして完全に削除するのには VST プラグインのフォルダーの中からプラグイン自体を別のフォルダーに移動しておくこうしないと本当の意味でプラグインを削除したことにはなりません すぐに復活できるように、別のフォルダーに移動しておくことをお勧めします。今日はスタジオ1のプラグインの管理の仕方についてお話をしました。勉強になりました。尊重スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。まったね。